ダンピントは、アメリカ合衆国の作曲家、キーボーディスト、ドラマー、打楽器奏者。ジャンルは、フュージョン、映画音楽、サウンドトラック。1991年から活動を開始し、作曲した作品は、ライフスタイルズオブザ・リッチフェーマスや、ラナウェイ・ウィズ・ザ・リッチフェーマスなど、ロビン・リーチ主催のテレビ番組に多数採用された。1993年のテレビ番組、 ワールド S ベスト1992にも採用されている。ダンピントは1974年からロックンロールのドラマーとして活動を開始し、まもなく他の打楽器やキーボードも演奏するようになった。作曲家として成功する前にピアノの演奏も手掛けている。楽器演奏はすべて独学である。ピントはすぐに電子キーボードも手掛けるようになった。 その後はライブでもスタジオレコーディングでも電子楽器とそれ以外の楽器をほぼ同じくらいの頻度で扱うようになった。ピントが一つの楽器だけを演奏するのは非常に珍しい。これまでの経歴のほぼすべてマルチプレイヤーとして活躍している。活動当初の1970年代はキーボードを使っての当時流行のプログレッシブロック作曲が中心だった。この時の経験が後に オーケストラ音楽を手掛けるようになってからも活かされた。また、ピントの父が8ミリビデオで撮影したピントの子供時代の映像が後に映画音楽を手掛ける大きなきっかけになっている。これらを基礎にしてピントは映画やサウンドトラックのためにロックとジャズの前衛的フュージョン音楽を作っている。ピントの音楽は AT&T、CNN、BMW、 RCA などを通じて配信された。2006年、ピントはアイボリータワーズの CD が記録的に売れたことで、ニューエイジミュージックの作曲家として、ジャストプレーンフォークスミュージックアワーズでインストゥルメンタルソング・オブ・ザ・イヤー最高賞を獲得している。また、2008年のアノマリーズでは、全英ジャズ音楽と映画音楽を見事に融和させている。 ピントがオリジナル曲を作り始めた4年後の1981年、ジョーン・ジェットザ・ブラック・ハーツの前座として、前衛ロックバンド、ジュースのキーボード、ドラム担当として、ワダの放送ライブに出演した。このキーボード演奏はかなりの注目を集めたが、この時のピントの担当楽器はドラムであった。当時販売された c d ンポイントプレイでも、デイブラルー、 ディキシードレッグス、スティーブ・モーズ・バンドとの共演でドラマーとして出演している。1998年にニューヨークのリッツでレコーディングされたウェイムウェイブ・ミュージックのライブ CD ダグ・ワインではキーボードで出演している。ピントは MCA のレコーディングアーティストトリックスターともライブ演奏を行っている。ダン・ピントの使用楽器は大きく二つに分かれる。まず打楽器に関して ドラムはパールをベースに、ジルジャンとパイステ、セービアンのシンバルを組み合わせている。また、ラディックノーベル、テンプルブロック、スリンガーランドのティンバレス、パイステのゴングも使用している。次に、電子楽器に関して、ピントが最初に購入した電子キーボードは、モーグのミニモーグシンセサイザーであり、後に、同社のリボンコントローラー電子ドラムを買い足していった。さらに、オーバーハイム、 ローランドのシンセサイザー、コルグのキーボードを経験した後、カール・ワイツのキーボードに落ち着いた。また、ヤマハの CP-80 やローランドの RD-1000 も使用している。ピントは作曲家、演奏家として、以外でも活躍している。まず、ピントのプライベートレコーディングスタジオは、ピント自身が設計している。また、2009年に出演した。 ブログトークラジオのインタビューによると、映画音楽を書きたいがために、映画の脚本作成、プロデュース、監督、編集に数年を費やしている。ピントが語ったところによると、映画そのものは公式リリースされなかったが、音楽は1999年に、エクレクティックサウンドレコーズとしてリリースされた。ピントは、キース・エマーソンの影響を大きく受けている。また、ジョン・ウィリアムズ、 ダニエルフマン、チックコリア、パッド・メセニー、ミッシェル・カミロ、ジーン・ラック・ポンティ、ライル・メイズ、イエス、ジェネシスなどの影響も受けている。ありがとうございます。